クヌート・イエッペセンは、デンマーク出身のオルガニスト、作曲家、音楽理論家、音楽学者。コペンハーゲンで生まれ、リスコブに没した。ハーコン・アンデルセンとパウル・ヘルムートに支持。後に、コペンハーゲンで、カール・ニールセンに支持した。その後、ウィーンに留学し、グイド・アトラーに支持して博士号を授与された。帰国してからは、各地の教会でオルガニストを務め、 バンホルンボートベントロレンツェンがイエッペセンに支持したことで、デンマーク現代音楽の階層的な存在となった。彼の名を決定づけたのは、不協和音程に、最新の注意を払った、パレストリーナ様式、パレストリーのスティルメドサルリグットヘンブラックパー、ディソナンズハンドリンゲント、大砲コントラプンクトであり、後者は即座にドイツ語版、英語版、日本語版が、 翻訳出版されるなど学習者の標準として長らく使用された。英訳版は本人による英語版がイギリスで出版された後、デンマークーオリジナル版からのグレンヘイドに訳もアメリカ合衆国で出版された。日本語版は柴田波夫と皆川達夫による協約に小沢聖司が全てのフレーを書き直したものが東京創原社から出版され。 その後音楽の友者からも再反された。現在の研究からは幾分逸れた事実5人も見られるが、まず大位法を何から始めるのかといった説明を、一通り言った後に、境界戦法を用いて、フックスに習った類的対位法に入り、カノン、モテット、ミサの実習へ誘う構成を確立した点において、普及である。作曲活動も行っているが、音腕化が少ない。 ありがとうございます。